私が紹介したいのは別役さんのバターファンクラブです、はいはい。まあ、これはとてもページビューも良くて、まあ、前から僕は思っているカロリーとページビューは比例するっていう法則がありましてあの高カロリーの記事はとても受けるってい うものですが、これはね、あの、まあ、石井さんが撮影するなんか食べ比べの時とかに必ずこれはバターだなとか、バターいいバター使ってんなとかよく言ってたん で、まあ、別役さんも家でよくバター食べてるんで、はい、これはこの2人かなと思ってお願いした記事なんですけども、ほんで、まあバターの話はちょっと沿いすぎちゃうんで、ちょっとあえて避けてですね、別役さんの記事って漫画なんですよね、はい、レポートなんですけど、バターファンクラブって BTC って書いた、BFC って書いて、うおーとかあとめちゃめちゃうめえも、まあ、普通の記事だったらめちゃめちゃうめえって一行じゃないですか、はいはい、もうここも白目にしてね、こう書いてあることで漫画だなっていうのは改めて漫画としてこう工夫があるなっていうところをちょっとね、とこの右下の汗をいっぱいかいてやばい永遠に食べられるそうなものを開発してしまった、この汗のかき方はこれ恵比寿よしかずの真似なんじゃないのかなって、恵比寿よしかずってこういう汗をかくじゃない、あーはい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 、じゃないかな、流派が、そうそう、そういうちょっとリスペクトがあるのではという、なんでまあまあ漫画としてね、みんなだからやっぱ他の人にも言われたんですけど、圧倒的に読みやすいって、まあ漫画ですからね。まあそうですね。うん、こういううおーとかめちゃめちゃうめえって、こういうふうに入れるところかな。唐沢さんがちょっとこういう感情の部分だけ漫画に挿入したりしてるよ、ね。ああ、そうですね、うん。テキストメインの中で。あれやっぱ読みやすい差はあるなと思って。あとね、別役さんの記事って、サムネイルが、多分これ気に入ってるコマをサムネイルにして切り取ってる、あー、はい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 、で本筋じゃないところが結構サムネになってたりするんですよ、よく書けたっていうところ、はい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 、うん、まあ、今回のバターファンクラブはこの恵比寿さん的な痩せのとこですけど、うんうん、これまでのサムネになってるイラカットをね抜き出してみたんですけどこれねまあ、こうやって見ると漫画だなっていうのがよくわかるんですけど、はいはいはい、芋ようかんの時に芋ようかんになってる自分とか、はいはい、まあ、ウルトラマンになってる自分とか、うんうん、っていうのはまあ本筋の絵なイラストなんですけど、うんうん、出来たてポテチって右上に書いてあるロボット乗ってるやつがあるんですけどこれってなんか話の流れの中では出来たてポテチがずっと気になっていたっていう、はいはいはい、話があっていろんなことをしてる間気になっていたっていう、はいはいはい、その時に冗談でロボット運転してる時も気になっていたっていうあの描写があるんですけど、表現があるんですけど、はい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 、そこなんですよね、そうっすね、ポテチの絵じゃないんですもんね、そうなんですよ、確かにポテチの絵じゃないなと思って確かに確かに、そうというね、あとはこの真ん中の目がずれちゃってるとか、もう最近顔がだんだんあの丸くなってきたなんていうのはね、あの初期の別役さんの絵からどんどん、はいはいはい、あの頭身が短くなってるっていう段階ももう過ぎまして、はい、なんか柔らかくなってますね、柔らかくなってですねだんだんでも田淵くんに似てきたのかなちょっとかなり違うところに来ている、ね、そうですね、だいぶフェーズが変わってきましたね、あと牛と豚の料理もの時も牛と豚が書いてあって、多分この牛と豚が気に入ってるんだろうなと思って、はいはいはい、あの真ん中の下のやつもあれ泥棒のやつでしたっけ、泥棒だ泥棒のやつ出てきてないですもんね、そうそう、あの泥棒リュックの時の作り方、はい、作る途中での絵だよね、そうか、これ肩紐を持ってるんですかね、うん、そう唐草模様があの記事が主題じゃないですか、はいはいはいそう出てきてないですもんね、うん、だからサムネイルを見るとあんまり
関係がない絵もあるんですよ、ね、あでもこれ別役さんがよっしゃって思ったとこが分かるってことですね。あ、まあ、そうそうそう、次戦の一コマが、うん、そうだから、あ今回は別役さんこの絵気に入ってんだなっていうのをね、はいはいはい、獅子舞はちゃんと獅子舞書いてありますね。そうですね。もてなし合戦はこれはこれ何でしたっけ、あのだし、あの揚げ、あのあ卵、卵か、だし巻き卵、はい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 、そうだよね、これ分かんないよねフライドポテトかなと思って、卵ですね、確かにそうだ、うん、ありましたね。多分この卵の横のテクスチャーがよく描けたっていうんじゃないかな、はい、あーシワがシワ、あのはいはい、はい、そう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 、なるほどなるほど、シワというか、ま、巻き目なのかな、そうですね、うん、まあバターの記事に関しては、まあ、そんなに用意してないんですけど、まあ、2人ともすごいバターをよく食べる。あのさ、石川くんバターってさ、はい、塗って食べる？塗って食べる？塊を食べる？いや、塊は食べないですね。あんまり食べ物っていう意識はなかったですね、バターに対して。そう、俺も塗り物、うんうん、塗り物っていうか、うん、油として、ね、そう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 、ね、あ、うん、敷くものって感じですかね。そう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 、こう塗るか敷くか。なんジャムみたい、ジャムとか、こうそうだよね。はいはい、醤油とか、うんうんうん。あの石井さんとね、別役さんはバター塊で食べるよ。だって油じゃないですか。そう、俺あのパン実は俺そんな好きじゃなかったんだけど。はいはい、パンってなんだろうなと思ってたんだけど、うん、バターを塊で乗せて食べる大、はい、大みたいなものだったらしい。ああ、そう思うと確かに、うん、あの分かった、バターっていうものがどういうものか、吸わせるためのスポンジでしかないわけです。うん、そう。まあ石井さん、まあ2人とも酒飲まないから。あ、酒飲まない人ね、甘いもの好きって言いますけど、油に行く人もいるんですかね。うん、まあ別作さん甘いもの好きだし、石井さんも甘いもの食べてるかな、うん、そうだよね、そっかそっかそっか、甘いものと地続きなのかもしれないですね、うん、かもしれない、バターとかね、ケーキとかでもよく使うし、俺がね、あの美味しいよって言って食べてるものね、食べると味がないって言ってることよくあります。なことないだろうって思う。油がないっていうことなんですかね。いや、それは濃い味が好きなんですかね。濃い味が好きですかね、単純に、はい、というまあ記事の話はあれですが、まあ、絵を楽しむと面白いよっていうお話でした。はい、